血長に見えるこのワンピ、とても良いですふふふ。前髪伸びた、前髪伸びたように見える、もっと。こんにちは。ドゥ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 。ウエストのとこめっちゃ可愛いっす、これ。ほら、これめっちゃ良くない？キュッて見える。超いい。って。超いいんです。これ。なんか着痩せする。しかもちょっと、なんだろう。七分丈ぐらいかな。七分丈ぐらい。だから、ちょっと寒いかもしれんけど、だけどもしかしたら着替えるかもしれんけど、配信はこれ着とくわでも春先にも着れそうなワンピ、めっちゃいいね。良きすぎる。でもなんかちょっとグリーンかかってない？なんかただの白よりはなんかちょっと良い。ゆきぴですね。んがわいいですか？んがわいい。やった。よいしょ。前髪ちょっと迷ってますけど。なんかピンで留めたらなんか伸びたように見える、もっと。ふん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 。ふん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 。じゃん。今日はまだ髪がサラサラ、まだ何もオイルとかも何もつけてないけん、サラ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 ちゃんです。おお、休憩中に配信出すからよかった。なんか微妙な時間だからどうかなと思ったんですけど、おやつの時間。ドゥルドゥ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 フフフ。銭湯行ってくる。へえ、いいね。温泉いいですね。前髪流しみほりんとお話ししてみたい。お、もしかしたらできるかもしれないですね。今お話し会受付中なので、いてててて、お話し会の洋服は今週末までには決めようと思うんですけど、みんなで一緒に決めた方がいいかなと思いつつ、なんか日程が多いしね。よいしょ。デザイズハートさん、お餅ありがとう。お餅ラララララララ。こっち側髪多いな、減らすかな。じゃん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 じゃらら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 、ランラン。なぜかこの曲が流れとる、頭の中で。よいしょ。あと昨日行ったところは、昨日行っていたところは桜坂46さんのコラボカフェでした。もう3日は確実に休みってのが決まってたので、前からもう予約してね、もうすぐ予約して、もう多分クリスマス前ぐらいには予約してて、クリスマスぐらいかな、予約してて、そうお姉ちゃんと行こうねって約束してたのでね、バッチリ行ってきましたよ。ひひひ。あのパフェが美味しかった、マスモトキラーさん。まあ多分私パフェが普通に好きなんやけど、マスモトキラーさんが考えたパフェが美味しかった。私はなんか個人的にはあのユッカーさんはいなくなっちゃったから、ユッカーさんのもうほぼ恋人みたいなハブさんのメニューと、あとユッカーさんを大好きでとっても慕っていた、そしてユッカーさんも猫飼ってるし好きじゃんの、マスモトキラーさんの猫が好きプリンパフェを頼んでみました多分三が日だったからか分かんないけど、私が行った昨日は別に
席も半分も埋まってないぐらいだったから、しかも12時40分の時間に行ったんやけど、だからもしかしたら予約してなくても当日でももしかしたら入れるかもしれんけど、どうかな、みんなどう、行ってみて、みんなも他にもなんか東京とか名古屋とかでやってたかな、どうだったっけな、やってると思いますので。でお姉ちゃんは大園レイさん推しなので、大園レイさんのメニューを頼んでましたね。あとかりんちゃん、あ、かりんちゃんって言っちゃったかりんさん推しでもあるので、お姉ちゃんかりんさんの飲み物だったかな、を頼んでたかなデザイザーハートさん、ハートありがとう予約で埋まってなければ入れる、当日も入れるので、ぜひ皆さん、前多分 AKB コラボカフェをやってたのかな、場所なので、そうそうそうあの子ゆうかに似てない、いや言われてなかったですね。昨日は本当に三が日だから空いてて、私とお姉ちゃんの他に男の人1組2組3組と女の子2組ぐらいしかいなかったから、全然何事もなく、そのカフェの中の写真もいっぱい撮れてゆったり推し活できました。そう、全然大丈夫でしたよ。何事も STU かということもバレず、何もなく、もう普通に推し活ができました普通に。お一人様もいましたよ。席がなんか二人席やったから、普通に逆になんかお一人様の方が広く使えるんじゃないけど、そんな感じだったよ。うんうんね、可愛い人多い、そうなの、なんか女の子の方でもなんかちょっと誰だろう、なんか森田ひかるさんとか系の可愛い子がいた、なんか髪が外羽のこんぐらいの髪の毛の子がいたから、うん、全然バレないですよ、全然虚しくなるぐらいにバレん、もう余裕でバレなかったんです。りょうたさん、ハートありがとう。なんかそう、森田ひかるさんとかちょっとかりんさん系の系統の感じの女の子とかだった。チュ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 そう、本当でも最初お姉ちゃんと私場所わからんくって、え、アミプラザ9階って空天だけど空天の中にあるのみたいな、なんか空天っていう施設なんていうのかなの名前なんですけど、なんかすごい高級というか大人、普通にお父さんお母さんとかが行くぐらいのご飯屋さんとか中華料理とかお寿司屋さんとかね、それこそとかがある並びだから、ここにあるって思って、どこにあんのって最初通り過ぎたんだけど、あ、ここだっていうとこにあった。なんか空天ってなんか透明のエスカレ、違うわ、透明のエレベーターみたいなガラス張りのエレベーターがあるんですけど、そこの裏に回ったらあるので、行く方は迷わずに頑張ってください。めっちゃ分かりにくかった最初、え、どこみたいな、隠れ家だった、エレベーターの裏にありましたので、頑張って探してみてください、行く方は。福岡会場じゃない方は分かんないですけど寒っ。ドゥルル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 。桜坂、あーね、苦手なもの多かったらあれだった、
あの私のお姉ちゃんもあの大園玲さんのお好み焼きのメニューがなんかチーゾノみたいな感じでチーズが乗ってるお好み焼きやからチーゾノっていう名前だったのに、私のお姉ちゃんチーズあんま好きじゃないからチーズいるってもらったもんね。で私もトマト、なんかプチトマトとかは好きなんやけど普通のトマトあんま好きじゃなくって、私もクロワッサンサンドにトマト結構ダイレクトに入ってるけどお姉ちゃんにあげた。あの好きなものと嫌いものがいい感じの、お互いいい感じに助け合えたから良かったよ私は。どうしようかな今日服。もう一個可愛い服は持ってきとうけんちょっと迷うな。そうでもあの私あのなんか新たな食べ物を自分で生み出すのが好きなのでなのであのクロワッサンサンドとサラダのセットだったんだけど、サラダに入ってる生ハムをクロワッサンサンドに入れて食べて美味しかったちょっと自分でちょっと創作創作クロワッサンサンドトマトがなくなったらチーズしか挟まれてないからチーズじゃちょっと寂しいと思って、ハム、生ハムを挟んで食べて美味しかったんよ。そう料理研究家研究しちゃいました、どうも研究しちゃってしちゃってしちゃって恋さんなんだっけセンスありがとうございます。ゆうぴょんハートありがとう。うん、三日月のクロワッサン、ミニオンのクロワッサン美味しいね。昨日博多駅のミニオンめちゃくちゃ並んでました。博多駅に人が多すぎてクロワッサンめちゃめちゃ行列だったよ。いつもなんか 3,4 人ぐらいかなみたいな、別に並んどんの自分あの地元民としてはね思っとったんやけど、あの昨日やばかった、何十人ぐらい並んでた、なんか20人ぐらい並んでたようなぐらいにめっちゃ人が多かった、びっくりしました本当にね。博多駅とんでもないよね人の多さ、どういうことって思ったん私は、もうえ怖いってぐらい人が多かった。スタバの列もすごいから、だからあのスタバは昨日飲んだけどモバイルオーダーにして頼んだけどまだ待つみたいな感じだった。本当にめっちゃ人が多い。そうだね昨日で三が日の最後だったから、まあそうだよね、だからかもよいしょ。食に対する熱量少ないから分けてもらいたくなってきて、分けたいよ分けたいぐらいずっと食なんだが、分けたすぎるよ。いいなあダンダンダダンダンダラララランダンダン、今日の前髪すこお、ありがとう、めっちゃピンで留めとうだけなのに優しい。なんかこれさ、ここら辺を巻いてこの外側にふんって、まあ、一緒に巻いてしまえばいけるのではって思ってきたりとかする、ね、なんか分からんけど、むずいけど分からんけど、とりあえず留めとるけどピンで。でも外出るときピンで止めたくないよな、止めたくないよな。うん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 だいちさんセンスありがとう。うん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 いやいや柿はるかさんはいい、いやいやいや、ありがとうございます、嬉しい、推しメン、推しメンだよ。
みゃんみゃんみゃん。おーエンペラー美味しい、よかった。エンペラーの明太子、エンペラーがいいんだけど、家に今日はパパが普通の明太子を買ってて、パパが食べきれなかった、なんかこんぐらいだけもらったけど、辛くないから唐辛子をかけて食べました、明太子に今日は。美味しかったです。でもやはり明太子の皮は苦手だと思って剥ぎました。明太子ね、唐辛子でまとわられとうのに、さらにどういうこと、前髪分ける時のスコティッシュフォールドってとこある、どういうこと、どういうこと、何なんだ。竹まつるさん可愛い、ありがとう。唐辛子マシマシで、豚汁にもうらーってかけて食べました。最高でした。豚汁最後の一滴まで残さずについで食べました。うましでした。今日は家でゆったりと犬と遊びながらゆったりゆったり過ごしておるので。なるほど、スコティッシュフォールドめっちゃ好きじゃん。じゃあスコティッシュフォールド覚えとこ、最近の若者言葉かな。アンツどんな感じ、見てみよう。サンムてか、さすがにこれはまだ寒いか、これになんか羽織らないとね、カーディガンとか持ってきてないけど。アンツ、アンツはまだ女王アリのレベルが、砂が足りなくてあげられない状態です今。田中さんはアンツはミホ抜いて満足、じゃあ抜き返さないと。砂が足りんけんレベルアップできないんだよな今な。いっぱい砂を取りに行こう、カブトムシを倒しに行こう。よいしょ、ギフト、ギフト、ギフトをゲットして、よし、アリをふかしときましょう。うわーうわーうわー、いっぱいふかできるやん、すごい。うわふん、うわー、よし、ちょっとかかってくる前髪さん。戦闘力昨日でめっちゃ上げたのに、上の人たちがすごすぎ、いや本当にね、めちゃめちゃすごいもん、みんな何百万とか言ってない、戦闘力どうしてどうしてだいってぐらいめっちゃいくやん、すごいやん。私も頑張りますね、よいしょ。あ、中立生物孵化できる、よし、やっとこう。サソリがリアルすぎるけど仲間にすると、サソリどうやって仲間にするの、すごいね。チャットに砂ちょうだい、え、もらえるん、じゃあ砂欲しいなって書こう。ふん、じゃんじゃん、じゃじゃんじゃんじゃん、じゃらららランランラン、よいしょ、じゅるるるるる、じゃん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 じゃらら、進化させとこう、ここ進化できた、おお。揚げに行くとかできんの、砂すご
あ、間違えた。なんか来とる。やった、砂がもらえる。自分でもね、カブトムシを倒しに行ってもらいに行きよんやけどね、なかなか足りん。なんでこんなにないんだってくらい砂。砂を作るとこレベルアップしようかな。ギフトもらおう。よいしょ。よ。砂がね、もう赤マークになってるもんね。急速で砂を出しておいて、これもレベルアップしようかな。砂を作るとこ。チューリッツエブル連れて行ってない。どうやってやるんだ。ルル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 。なんか乗せてくれてたよね。どこだ、どうやって乗せん、どうやってやるんだったっけ。チューリッツ生物、わからん。そのなんか設定みたいなとこだ。どこにあんだ。これだ。でもね、中立生物持ってないんだ。だからできないのか。なんでないの。前孵化したはずなのに、なんでいないんだい。中立生物さん、なんでいないんですか。いや、いないんですよ、中立生物が。だから連れて行けるやつがいませんって言われるよ。いないよ、ほら。いないのよ。あ、勤務させ、あ、なんかさしたかも。そうしたら連れて行けるんかなとか思ったら勤務させてしまった。しかもこの中立生物の負荷は早送りできないのね。あと14時間。14時間しかない。くわー、14時間もあるだ。くわー、リザード倒しに行こう、暇だから。トッカーリを生産サポート、なんだいそれは。なんだいなんだいそれは。でもあとちょっとで90万はいきそうですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃらじゃらじゃんじゃじゃんじゃらららららじゃららじゃららじゃららららら。あ、治療しなきゃ、ありが。あとはこのアリを普通に孵化させとこ。あ、90万達成。めっちゃ加速できるやん、孵化。こっちはリザードはレベル15で1時間加速まで。すごっ。レベル15とか私倒せるんかな、リザード。めっちゃ加速ある。なんでこんなに加速あるんだ私。いっぱい
ぱいやっとこうと。あり、あ、終わった。今93万、あとちょっとで100万だ。行きたいね、100万。葵さんやばい、強っ、天才だ。葵さんえげつないね。なんだって、え、リンゴパンの戦闘力の伸びも半端ない、今見たら。え？あれ？なあ、すんご、輸送しとこ、資源を輸送しておこ、ほほ、タスク、資源の生産スピード上がる、アリーズ化発展、進化菌の群れ、どこだどこだどこだ、コロニー進化、コロニー進化ってなんだっけ、コロニー進化、あった、お、アリズカ発展、アリズカ発展、アリズカ発展、どこだ、あ、これか、あ、やってた、え、今やってた、なんでやってたわ、田中さん、おお、いいよ、これどんどんレベル上げてたらいいよね、とりあえずこの中のどれとかはあんま分かってないけど、あ、めっちゃ加速できる、しかも今、あ、もう加速なかった、へえ、前髪流しめっちゃ好き、前髪どうしよう、むず、なん、これこれでいいかな、今日一日どうしようかな、で眉毛なんか安定してきた、眉毛描くの巻き髪とかした方がごまかせるのかな、この前髪はふわっとかしとけば、なんかね、生え際がね、あのデコ広いからね、ハゲてんのよね、ほら、なんかぺちゃんこなのハゲてんだよね、でも大丈夫かな、ちゃん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 ちゃちゃん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 、お姉さん感マシマシ、イエーイ、チュルルルン、チュルルルルンルルン、やったねー、ほほほ、分け目の最初の部分、どうしたらいい、どうしたらいい、後ろ髪まとめてもね、うん、いいと思うけど、今日は結ぶ気持ちではないけど、まとめたらね、まとめてもいい感じになる気はするが、うん、今日はまとめる気持ちではない、でもあとまだカーブがかかってないね、ここまだ髪がサラサラの状態です、ヘアスプレーもしてないから、おお、アリのゲームのおかげでいい暇つぶしできた、よかったよかった、よいしょ、今真ん中で開けてるから、それをそもそも流したい方と逆なとこか、ええ、ここら辺から撮った方がいいってこと、ラン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 、よいしょー、アリ育てていくよー、へえー、アネリンみたいな分け目のさ、ちょっと見返してみよう、アネリン今パッツンなんだよな、むずくね、うん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 、頑張ろう頑張ろう頑張ろう、アリ頑張ろう、お、なんかいっぱいもらえた資源が、でも砂が少ない、なんでな
んでなんで砂集めに行かなきゃ。リザードもう一回倒し行こうかな。これこのレベルじゃちょっと倒せんか。デイリーリワードログインボーナス、もう何チームの方ですごい詳しいソラハさんのファンの方、わかんない何わかんないけど、ほうすごい詳しい方がねいっぱいいる。攻撃作戦もなくなったので栽培修正から牧畜修正に変えてみました。はあ、ほう、アライアンスのねチャットがあるのでね、そこでね助け合っております。へえ、なんかウサギの可愛い画像の人いるし、可愛い、私もアーシャじゃなくてちょっとやっぱ可愛いもっともっと漏れてる写真にしました、いつの間にか。へえ、作戦、私このチャットマジ気づかんけんやばい。リスク発展のために資金が必要なので戦闘力高い方々がリザード15を借りに行くときに戦闘力が低めの方がそこで一緒に借りに行くと効率的。なるほどね、頭よ。なんで声出しちゃダメなの？その何ダメだった？むずいな。うん。アライアンス進化はやっとった方がいいんかな。今もう100に入れるけあんましてないんやけど、やっとった方がいいとかやな。ルルンルルンルルルンルルン、トゥ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 ルル。やった方がいいんだ。どっちやった方がいい？発展と戦闘。あ、作戦バレちゃうか、そういうことか。誰も聞いてないよね。だってここにいる人はみんなここミファアライアンスだよね。ここにいる人はみんなミファアライアンスだからね。大丈夫だもんね。大丈夫だもんね。どっちやった方がいいんだろう、アライアンス進化、発展と戦闘。違いが分からん。あって言ってる人いる。あ、ブロックしよう。アライアンスストア開放。え、何分からん。どこでやんどや。ね、あんだい。開放。加速とか変えるよ。なんか加速とか変えるけど、これって個人で買うことになるのかな。どういう。あ、他のメンバーが。ふむ。あ、こんなことできるんだ。こんな買うとかできるんだ。知らなかった。めっちゃ良くない？モロトコかな。モロトコかね。ちょっと。モロトコ、モロトコ。ストア開放。開放って何？ストア開放って何？
ふむ、なんか細胞も変えるんだね。へえ。ひょうちゃんの下手よりさんより、この V ってなんだっけ、ちょっと待ってよ。あー、解放しておいたらみんなが変える。えー、いいよ、なんでも。でも全部あるけど、ん、解放ストア、ん、アイテムリストにめっちゃあるけど、これは別に持っとるわけじゃなくて、むずむずむむむむむむずい、わからん、なんでこれ。審査待ちの方が3人、頑張って入ってほしいね。アイテムリスト、あ、そうなの？あ、じゃあ私が買った方がいいん？土とかはないですね。何が欲しいとか。あ、へえ。え、はえはえ。水とかないよ。なんか細胞と防御力アップ、攻撃力アップ、加速加速加速、むず、うーん、他の面、へえ、ほう、加速買っとく。加速1時間と8時間と5分があるよ。でもいっぱいあるんだね。生産アップ、生産アップ、ない、高級移転、ランダム移転、なんだこれ、わからない、読み方がわからないものがいっぱいあるよ。でも加速いっぱいあるもんね。わからんねー、わからんねー。とりあえず進化させておこうかね。これを葉っぱ、ほーほほほほほほほ、いっぱい買っとけばいいか。こんな単位で買えるの、すっご。1時間加速が多かった方がいい。ああ、なるほどなるほど。じゃあいっぱい買っとくよ。いっぱい買っておこう。へえ。で自分も買えるんだ。おお。おお、砂どんだけいるんだろう。自分がどんぐらい持ってるんやこれ。 1.4M ってなんだ。へえ、必要なのは1兆100千万10万100万240万、240万、 1M が100万ってことは、うん1M が 1000K100、 あー、だから140万の砂しか持ってないけど240万必要ということは、あとプラス100万必要ということですね。ということですね。めちゃくちゃ大変じゃないですか。
カブトムシを倒しに行きましょうか。サソリを倒しに行けるかもしれない。サソリ、あ、まだまだなんだ。このカブトムシを倒してからじゃないとサソリは倒せんかった。ガクヤさん、明けおめありがとう。何してるんだろうと思われるか。ザーンツナウって書いてある。ザーンツナウ、ザーンツ、こっちにもカブトムシを倒しに行こう。で、この子はリザードを倒しに行ってみよう。ふむ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 のふむ。むず、ゲームむず、ずっとむずい。ゲーム人生でずっと難しい私。うん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 。桜坂46カフェ行ったの羨ましいで、東京人気で行けない。そうなの、やっぱ人口が違うからかな。福岡は全然多分行けると思います。予約も、まあ予約はした方が確実やけど、予約せずとも行けるような気がするよ。寒っ。テントウムシのとこで砂買えるかな。あ、買える。75系ゲットした。で、アイテム、砂、ふふふふふふふ。お、進化、この進化もできる。進化さしとこ、できるとこはしとこ。テントウムシのところ更新でもう一回できる。え、何それ、すご、なんか1日1回かと思ってた勝手に。じゃん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 、進化がめっちゃできるからやっちゃおう。おー、強くなっとんかな、これ進化することにより。うん、ほほ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 、よし、なんかわからんけどできたかな。なんかわからんけどできたかな。ほー、ふむ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 。なんかみんなと配信でやっていたら新しいことを発見できた気がしますね。ダンツもやばい、この服やっぱ寒いな、まだちょっと違う服着よう、後で。寒、これを着るのはまだカーディガンとかがいるな。上にニット着る。みほちゃんで兵隊アリの戦闘力、兵隊アリの戦闘力、戦闘力どれだどこだ、どれだ、兵隊アリの戦闘力、どれだ、これにありますか答えは。あー、すごい反射反射、3個あるけど舞台。一番強いのこれかな。どれが戦闘力、あ、これかな。74511、これがどうなのかわからん。どうなのかわからん。あ、なんか増やせた。え、なにこれ、増やしたら 93,854 になった。
なんか増やせたけど、何増やせてないや、やっぱ。もっと強くない。おおお、なんかレベルアップできるとこさしとこ。うん。ほうほうほう。ほうほうほう。ほうほうほう。むず。ふむふむって感じ。よし。え、でももう94万になったから、ちょっと結構いい線いってるくない？ 100 万いきそう。アライアンス入荷？何のことですか？何のことですか？どれですか？選ぶ兵隊によって強さが違う。あー、そうなんだ。なんかオレンジが強いみたいなのは聞いたけど、あ、これ違うわ。それとっかわりだわ。へー、確かに。あ、待って、なんか強、なんか数字が大きい方が強いよね。なんか入れといたらいいかな、とりあえず。とりあえず入れとったらいいか。なにこれ、アリ塚にいない。はうん、むずいけど分からんけど、うん、うん、うん、ほう。みおちゃんほんまならもっと強い。なんだって。ちょっとあれが帰ってこな、何もできんのか。私今戻ってきとるわ。あと3分で帰ってくる。アリが今、アリがここにいないからできませんって出てきた。砂がめっちゃ増えたのに足りんの？まだ。え？なんで足りないんだ。4のアリは5のレベルに進化できる。むむ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 のむ。そういうこと？ 4 ってそのでっかい数字のことね。はあ、じゃあこっちの方がいいじゃん。え？ん？ちょっと分からんけど、これでいいんかな。これも5にした方がいい。なんか強くなったよ、多分。なんか多分強くなったよ。めっちゃ強くなった。待って、ありがとう。16万とかになった。さっきまで7万とか言ってたけど。そういうことね。あ、そういうことね。ちょっと分かったよ。5、これも強いじゃん。じゃあ、え、あ、これはなんか配置できない。なんだ、なんだって。んで配置できん、どういうこと。いないって何。なんていうこと。テントウムシの左下のとこで兵隊あり進化。おお、うん、うーんと今やってるやつかな。じゃん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 、なんか強くなったよ。いや、とっかわりのレベル上げはしてるんですよね、ずっと。だから
と私加速買おう。よし。新ん？特化アリのスキル上げたら連れていけるアリの数増える。そうだよね。え、そうなの？ん？そうだよねって言ったけど。スキル。これだよね。え、なんか勝手に上げてるけど、いつも。あんままだ上がってない。これ欲しいな、スキル上げる、この、このなんか。これ花みたいなやつ。むず、なんかいろんなとこやらないといけないんだね。成長させないといけないんだね。むずいね。この奉仕みたいなやつがないね。難しいね。ちょっとバカしい。ちょっとバカしい難しいね。でもあとちょっとで100万いくからちょっと行きたいな、それは。ね、砂なんであるのにないの？これ数字的にはあるけど、アリさん葉っぱも足りんくなったかがガーディアンとかシューターとかの付加値のレベル上げると強い兵隊あり。あ、オッケー、今やってるわ、よかった。ピップのとこのデイリーリワードもらってるよ、ちゃんと。それはもらっている。よいしょ。じゃあレベルアップしとこう。これも、あ、砂が足りんくてできん。砂の倉庫のレベル上げ、砂貯蔵庫、これ何上げれないよ。なんだこれ、砂どこどこえ、あった、これだ。葉っぱが足りない葉っぱ生産しよう、急速。葉っぱ頑張れ。葉っぱも砂もなくなった。葉っぱも砂もなくなったよ。葉っぱを急速生産していくよ。なんでこんななくなるんだい。建設できるもん建設しとんよ。葉っぱなんでこんななくなったの。もうもう疲れた。メール見てみよう。アイテム、これは何だろう。なんかリワードもなんか使ってみよう。なんかアイテムのとこにあるやつ全部使ってみよう。ゴーゴーレッツゴー。お、なんかいっぱいもらえる。砂いっぱいもらえるやつがある、パック。ちょっともらおう。なんか全部使ってみよう。よし、これで増えたに違いない。砂が増えたに違いないと思うのだが、え、まだ足りない。なんだって。え、なんでだろう。1、10、100、1000、10万、100万、922.1k あるのに、あるのに、うん、うん、むん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 、大変難しいでございます。あ、あと 80K で 1M。 あ、まだ足りないのか、砂が。悔しいね。砂
ちょっとアイテムで交換しよう。砂、砂がいいな。砂モーラを。なるほど。あとちょっとになった。水晶ショップ、水晶、水晶どこ、これか。うん、これだ。おお、なんか砂変えたよ。まだでも全然足りないの。あ、ここでアイテム使ってみよう。お、 M いったけど 1.5M だからまだ足りない。もしかしてまだ足りない。240万ってことは 2.4M ないといけないってことですか。一緒ですか。なるほどね。そう、なんか表示がわからんくて、 M とか K とかの M と K どっちが切っちゃろうとかも言ったよね。頭悪いねって思いながら。ずっと足りないよね。砂が赤いもんね、マークがね。難しいね。とりあえずなんか進化できるとこ進化させとこうね。おすすめって出てきたから、進化させとこう。よし、プー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 。ミリオンの M と何の K だ。でも強くなった、この配信の中で。ちょっとちょっとばかし強くなりました。じゃ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 ん。でもまだ足りない。あ、 K はキロなんだ。ハヘホヘへへへへへへ。ちょっと資源集めにも行っとこう。でもリザード倒しに行ってみようかな。どうしようかな。このタイを資源集めに行かしとこう。よしよし、オッケー。ではアリも頑張りつつ、結構でもなんかすぐなんか見つけたら、なんかここをめっちゃ進化させたらめっちゃ強くなるやんみたいなの見つけたらめっちゃ楽しくなるよね。私はとりあえず砂をいっぱい生み出していきたいと思いますということで配信終わりたいと思います。ほぼほぼザーンツになったんですけど、砂集め頑張ります。星集めみたいな。ではいきます。22のみほり賞はオレリーさん、そして13位はジェロさん、12位コイさん、11位スージーヨシさん、10位渡辺さん、9位レグルスさん、8位森ショウ、7位アスパラさん、6位ガッチさん、5位ジュリボー、4位オロチさん、3位デサイズハートさん、2位竹まつるさん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございました。ということでこの辺で配信を終えたいと思います。また明日配信でお会いしましょう。では皆さんも今日一日楽しんでください。最初はグー、じゃんけん。
チョキー、ありがとうございました。ではまたねー、バイビー、ありがんばろー。